子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。私普段部屋で音楽楽しむときはいちいちレコードでやるもんですから、まあいつも針を落としてスピーカーとスピーカーの間にあるソファーに座って、まあ音をね、音楽をこう浴びるスタイルで聞いてるんですよ。それ以外の時は基本的に音無音で過ごしています。ちょっとうるさいんで一回切りますね。これブーンってハムが出てるんですよ。ですから部屋にいる間はバックグラウンドで音楽流しっぱなしとかはやってませんでした。 CD とか、まあ、持ってた時は、まあ、そういうこともしてたんだけど、まあ、プレイヤーも CD も今はもう処分してからはやってません。その代わりにラジオいいかなと思いましてですね。でこの間もオフィスの工事してたんですが、大工さんたちラジオかけながら作業してるんですよね。あれ見てなんか感覚いいなと思いまして、それで前々からデザインが気になってた昭和の真空管ラジオ、これに Bluetooth の接続で外部入力のところで、でディスクトップオーディオっていうのもまあありかなと、面白いかなと思ってこれ調達しました。ゼネラル 6S-5 真空管ラジオになります。まあ、真空管ラジオって言っても外部入力端子ついてますんで、Bluetooth で例えばパソコンとかの音を飛ばせるってことです。昭和26年の、発売のもので、まあ、ちょっと検索したら今でいうところの何でしょう、富士通ゼネラルみたいな感じらしいですね。で側は木製ですね、木の箱、あとところどころ、これ金属の部分、真鍮っぽい色してますがメッキですかね。ネットの柄も貴婦人みたいな感じでセンスいいですよね。カーテン生地に貼り替えたって書いてた気がします。裏は木の板で蓋されてますが外すとこんな感じになります。でこちらの入手はこういった年代物のラジオをレストアしてメルカリやヤフオクに出品している方から購入しました。ちなみに私はメルカリから入手しました。こちらラジオとして使用する場合は受信できるのは AM だけなんですが、中学校の頃ね、夢中になって聞いてた日本放送とかまた聞けるようになって懐かしんでおりました。当時は三宅裕司さんのヤングパラダイスとか、あと小倉久弘さんのラジオとか、あとオールナイトニッポンとかよく聞いてましたね。あと先ほども言いましたが、小型の Bluetooth レシーバーもこれセットでついてくるんですよね。ですからスマホや、タブレット、あとパソコンから音楽再生、パソコンで引っ張ってきたインターネットラジオも聞けますし、もちろん YouTube の音声なんかも飛ばすことできます。あとこちらつまみの方、左の方から電源スイッチ、あとこちらはラジオと Bluetooth の切り替えおよびボリュームです。あと右のこちらがこれラジオのチューニングダイヤルです。 Bluetooth 入力のボリュームは固定なんでパソコンの方のボリュームを使って音量調節します。あとこのチューニングパネルの中には2個豆電球が入っててパネルを照らしてます。このパネルはですね、当時の放送局の地域が書かれてますね。例えば福岡とか東京、盛岡、大阪2って書いてるのかな、東京1、東京2、まあこう結構カラフルな感じで書かれてるんですよね。まあそこもまたいいデザインだなと思って気に入ってます。ファイティーン、ああいいですね、リアルな空気が。タイカースみんな受け答えが変わる、胸がドキドキしてきました。かっこ悪い。一方太平洋側の東海、関東甲信は秋晴れ、日陰や風には。 Everyone, I hope you enjoyed today.あとこちら緑色に光ってるのがマジックアイっていうそうなんですが、私も初めて知ったんですが、これチューニング動かしてね、チューニングが合えばこう隙間がこうピタッとくっついて綺麗な輪っかになるんですよね。生誕党の出川信久解説員。軍事衝突の舞台となったガザ地区ですけれども、なんかアナログチックで新鮮ですよね。というわけでこの見た目で D
ディスクトップモニターとしても使えるのがとても気に入っています。以前はジェネレックのニアフィールドモニターとか使ってたんですが、もうこちらの方はですね、音質も完全に割り切って真空管モノラルサウンドってやつを毎日楽しんでおります。この古い音で聞く現代の音楽とか、とても不思議な感覚でなかなか悪くないんですよ。まあ言っちゃうと、まあこの箱から音が出てる時点でまあ OK なんですけどね。まあガジェットとしての楽しみです。しかもレトロ風じゃなくて本物っていうのがいいんですよね。昭和26年製です。ちょっとブーンってハムはうるさいんですが、まあそこはまあ我慢できます。子供プロダクションチャンネルでございます。というわけで昭和レトロの真空管ラジオでディスクトップオーディオをやってみました。また面白いことがあれば動画にしていきます。それではまた後ほど、さようなら。